頼む。やった、来た。いや今めちゃくちゃいろいろ噛み合ったでしょう。いやこのボロボロパーティーで行くしかないのか。いやマジできつすぎるかもしれん。さあ最後の試練やっていきましょう。この花、いやー来てしまった。スザック戦、いやーなんもない、なんもない。ファイバリされるし、調布とか聞くんだっけ。いやーやばいやばいやばい、ワンパン。アセルス狙われたら終わる。お、超プロージョン。ダメージは2500。うん、ワンチャンある。待て待て、ワンチャンあったりせんか。これさ、待て待て、これ吸収で勝つってパターン ある。これ吸収で勝つってパターンあるんじゃない。ちょっと待て待て待て、これ、来たわ。妖魔の強みを見せていこう。あーでも白バラさん最後の調布だけ打ってから吸収に入ろうか、脅威か、脅威に入ろうか。ヒートウェーブは死ぬ。うわー。いや違う、いやある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 。おー、そういうこと。それは逆に嬉しい。今なんか大変なことになってたが、もう回復したわ。あーそうか、一応ロードスターあったからブレイブハートという。いやーでもさっき技ポイントなかったからな、意味ないかもしれん。やっぱり吸収、脅威、脅威で行くしかないんじゃないか。さあ多分今回はさすがに回復してきたから普通にやれば勝てるとは思うが、吸収していこう、憑依していこう。いやー部位的にどこが良かったんだろう。今剣と、足具吸収してる人がいるから、一応固定もやっておきつつ、あータイガーランページもったいないな。剣剣剣固定足具かな。さすがにポケモンシステムなんだっけ、 HP 減らしてからじゃないとダメなんかな。うわーマジか。いや確かね、スザクは吸収できたんよ。毎回間違える。憑依できたんよ。最初はちょっと HP 減らすところからいくか。ちょっと HP は減らしつつも最後に憑依。いやーブレイブハート打っても意味ないか。うわー普通に倒しちゃいそう。いや普通に倒しちゃいそうだが、ここでうわーダメかもしれん。あれボス判定のスザクだと吸収できなかったんだっけな。いや前にさどっかの集会で一
回調べたことあったんよね、妖魔。今回は一応攻略縛りでは行こうかなと思ってるんで、その時の記憶に頼るしかない。その時の記憶に頼るしかないわ。あー、いや吸収できないのかな、これもしかして。いや、HP の減らし方が良くなかったのかもしれん。もっとしっかり1万くらい与えておこうか。いや、それはヒートウェーブ一発で終わるんよな。いやー、地味に赤竜黒竜より苦戦してるかもしれん。いや、吸収しようとしているから、憑依しようとしているから。おい、何回間違えるんだ。オッケー、今回はいい感じにダメージ入ったから、さあこっから憑依のターン。うわ、来た。よっしゃ、吸収したわ。白原さんか。いやー、白原さんがこれ以上最強になってしまうわ。さあ、そして技術イベントラスワン、お金は1500貯まっている。で、一応今白原さんが吸収して火炎か。うわー、ステータス補正オール、オールでもない、オールか。20。やーば。白原さんが最強になってしまったかもしれん。さあ、そしたら、いや、白原さんさ、お前、アセルスの財布では。いや、たらしアセルスの財布ではなかったんか。確か4個、そうだよね、1000、ゴールド、1000クレジットで買って、さあ、バカラ、エミリアに会いに行きましょう。あ、いたいた。こんにちは。金、お客様、ノームという精霊をご存知ですか？いや、知ってますよ。そしてノームと、さあ追いかけていこう。お、ちょっと待って、着替えてますね。一瞬で今、ちょ、アセルス見えなかったよ、今脱いでたのに。私に関わらない方がいい。さあ、中二病のアセルスを連れて、ちゃ、一応もうマップは覚えているはず。で、ここ上っすね。さあ、そしてこれで、怖っ。で、金を持ってきているので、さあ、資質覚えた。そして秘術の資質を覚えた。
ということは、これで時の君へ妖魔に会いに行くことができるようになった。いやー、そうしたら懐かしのムスペルニブル、変態さんに会いに行きましょうか。私たちこんなに元気になりました。なんか言ってくれたりするんかな。時術について聞きたい。上級妖魔のすることではない。いやでも、時の君さんは上級っすよ。さあ、そして、あ、ここ砂時計、そして砂の器はもう買っていたから、条件満たす。あー、このモンスターたちから憑依してくるのもありだったかもしれん。あ、直通だっけ。チャンス、仲間に誘うため。そんなことのためにわざわざか。水凶な、よかろう、一緒に行こう。あっさり。あ、そうか、ダンジョンがあるのはキリンか。で、多分ここ憑依するのにいいと思うんだよね。出る敵が決まっていて、こいつはバフォメット。ちょ待って、スザクさんとかはいないかな。あー、源流、水流、玄武。どっちも違ったわ。いやー、雑魚か。いやー、でも雑魚も確か前やった時、生命科学研究所の化石獣とか結構強かったし、グレムリンとかも STR 上がっていた気がするから。おお、怖えじゃねえか。そのあたりでもいいが、赤いやつってなんだっけ。いやー、でも多分微妙だろうな。クリスタル系か。確かここがあれだよね、回復おぼ、グリフォン、あ、スフィンクスか。スフィンクス悪くなさそうな気がするわ。いや、でもここってさ、あのモンスターの時にユニコーンじゃなかったっけ、マジカルヒール覚えるのにここ使った記憶がかすかにあった気がするんだけど、勘違いだろうか。スフィンクス一回確認してみるか。悪くない気はする。 OK、 今アーセルスが吸収したかな。さあ、補正能力どのくらいあるのか。知力40か。魔法特化か。アセルス向きじゃないなこれは。知力特化となれば、てか時の君パーティー入れっか。イルドゥンかな。今んとこイルドゥン。サイレンスさんタイガーランページ打てるし、白原さん調布打てるし、メサルティム生命の雨打てるし、ギルドゥン交換しかないよな。うわー、こいつはブロンズプリマ。違うな。そして、あー、ポンポコ、めちゃくちゃ強そう。ミノタウロス、物理で攻める系はミノタウロスもありなんか。
弱っていうか吸えなかったし。いやー、入り口分微妙か。そしたらスフィンクス、魔法系スフィンクスか。玄武が結構良さそうな感じもあるから、ちょ、玄武も見に行こうか。 OK、 レサルティムが吸収した。結構こうディフェンス寄りなんじゃないかな。盾でだいぶ防がれたし。ん？あ、これか。あー、知力、霊感、丈夫、20、20、20か。あー、でも術って集中力結構影響あるんだっけ。いやー、でもその分知力と霊感高いからまあいいんかな。一応こいつも見ておくか。多分知らないんだよな、ブロンズプリマー。さあ、一応能力あまり期待できないかもしれない。今誰吸い取った？あ、これか。あ、あ、オールジュかもなく、不可もなく。いや、でも、オールジュー結構熱いのか。今んところオールジューつけておくか。白バラさん、うわー、デビテン、タイガーランページ使わなそう。そうか、タイガーランページ使わないこと思ったら、むしろブロンズプリマーの方が補正値は高いんか。まあそこまででもないから、今は空いてるところにとりあえずブロンズプリマーつけておくみたいな感じでいいかな。よし、とりあえずデビテンオール8からブロンズプリマーオール10、そしてメサーがグリフィス20、20、20で、コテと足、グアシ、グソクがオール10ブロンズプリマーで、サイレンスさんは特に変わってなくて、で、時の君オールブロンズプリマーで、白バラさん最強のスザクオール20からデビテンブロンズプリマー、悪くないっしょ。いや、むしろ結構いい。さあ、これでいつセアトが襲ってきてもおそらく対応ができる状態にはなっている。セーブしとこう。いや、いきなり来るかもしれんからさ、マジセアと。さすがにムスペルニブルには来ないか。なんか縄張りとかありそうだもんね。さあ、そしたらもう、あとは、セアとに会うために、街をぐるぐるかな。なんか今までの感じ、会うとこ決まってるかもしれんから、レイ姫さんに会いに行くか。いやー、セアとどうせここなんだろう？あ、違うんか。セアとが来そうなところってなんかあるかな？ちょっと待て。連れてかれちゃった。おい、連れてかれちゃったよ。キリンの間か。そしたら、やってみるか、キリン。ね、いや、ここ確か一回しかやってないから、忘れてしまったな。ちっちゃくなったりするんよね。完璧じゃん。はははは。サクッといったわ。完璧だった。さあ、そして、セーブしよう。前回はモンスターパーティーで仲間にするために戦ったんだよね。今回は、空術を買いに来た。おー、すごい、一応買えるけど、どうしよう。
リバースグラビティお金なくて買えないし。いやー、そしたら微妙じゃないこれ。いやー、せっかく来たから、そしたらじゃあやるか、そしたらやるか。さあ、そしたら、あれ戦闘なかったっけ。あれ戦闘ないんだっけ。あ、なんか戦闘した記憶もあるが、あれは何だったんだっけ。いやー、どうなんだろう、お金どうせ使わないのであれば、もしかしてお買い物に来るかもしれないと考えて取っておくか。おー、そしてここか。いやー、そしたら一番怪しいのはやっぱりシュライク実家じゃないかな。あ、違うんだ。あ待て待て待て、いっちゃん重要なの忘れていたかもしれん。まあ、いっちゃん重要なの忘れていたかもしれん。え、アセルスでエッチな方を読もう。私どうしたんだろう、ちょっとドキドキしてる。うん、そんなはずない、そんなはずないわ。違うんだよお前、アセルスはアセルスは女の子を垂らしてしまうの。そう、ユリ展開なんよ。ドキドキしちゃうんだな、これが。で、今、ちょっと横から白バラが、ちょっと、アセルス様ってなってたかもしれん。いやー、そしたら、リージョン、いやー、ダンジョンの中でエンカウントとかだったりしたら、わかんないんだよな。歩き回ってみるしかないけど、いや、セアとかショッピングしてるわけないよな。寝て、あーすーはーすーはー、あ、特殊な呼吸法、メメタ、あ、まさかお前殴られても痛くないシステマを使っているのではないか。おい、ちょ、腹殴らせろよ腹。今日で襲ってくるっていうパターンもあるんかな。 IRPO ムスペルスクラップオーミーバカラ言ったな進路。ああ来た。俺はラスタマンの力を吸って強くなった。オルロワージ様の血を受けた貴様の力を吸収すれば、あるいはあの方にも謀反を。バカめ、妖魔というのは生まれもっとかっこいい。何それ、完全に妖魔やめてませんか。なんかメカっぽくなってるんですけど。へへへ、そしたらやっていきましょう。セアと覚醒形態両棋戦。